埼玉県立浦和高等学校。埼玉県立浦和高等学校は、埼玉県埼玉市浦和区両家5丁目に所在する県立高等学校。埼玉県の進学指導重点推進校。埼玉県立高校では2番目に古い。東大合格者数が、公立高校のみならず、全国的に上位の進学校として知られている。2014年。 スーパーグローバルハイスクール指定校。通称、浦高、浦高。1895年、明治28年、埼玉県第一尋常中学校として創設された、旧正浦和中学校を前身とし、戦後、新生埼玉県立浦和高等学校となった。開学以来男子校である。埼玉県立高等学校では、2番目に古く、 これまで各界に卒業生を送り出している。国内有数の公立新学校として知られ、毎年東大合格者数の上位校となっている。近年でも2012年40人合格と2013年46人合格に、公立学校としては全国1位となった。私立高校を含めた順位では、過去に6位、1952年、7位、1951年、 8位、1958年、9位、1974年、1976年、1984年、1985年、10位、1956年、1975年、1979年から1983年を記録したとがある。私立高校の躍進から近年では10から20位前後となることが多い。 最多合格数は1985年の61人である。1950年から2009年までの東大合格者総数で見ると国内13位2407人であり、公立高校では都立の日比谷、西、富山に次ぐ4位である。全国高等学校クイズ選手権の出場場連行であり、同番組の第25回と、 第26回で史上初の連覇を達成している。第35回、2015年では3回目の優勝となり、改正高校の記録と並んだ。制服は、男子校の伝統でもある金ボタン5個の黒爪絵理学生服、標準学生服。以前には、学帽も存在していたが、現在は廃止されている。令和会館に、食堂も設置。三学期制。 学習土曜授業。50分授業で6次元まで、週1日は7次元。土曜は4次元まで。2年生より、文系、理型別。現役での進路実現のため、3年間のプログラムを構築して指導。浦和高校新世期構想として、学力育成、進学指導を中心とした教育改革に取り組んでいる。その一つが、広大連携教育である。 2000年、平成12年により、埼玉大学での聴講制度が開始され、加えて、現在では、通信衛星を利用した東京工業大学や、一橋大学の講義視聴制度も行っている。また、卒業生による特別講義、令和セミナーは、震度志望研究の場として利用されている。授業では、単位制の特性を活かし、各自の志望や興味、関心、 修熟度に合わせて科目を選択できるようになっている。受験対応の授業をはじめ、ウィトゲンシ原タ体を読んだ上で、各自のテーマで文を作成する、倫理講読、近現代文学研究、解析学入門、幾何学入門、探究科学など大学での学問、研究の入門的な授業や少人数授業による討論、論文作成なども多く取り入れている。毎年、 東大や京大をはじめとした南関大学に多くの合格者を輩出している。2017年は東京大学32人、現役13名、浪人19名で、公立校の中では全国4位。また、東大以外では京都大学16名、現役7名、浪人9名、一橋大学11名、現役5名、浪人6名、 東京工業大学14名、現役2名、浪人12名、慶応義塾大学81名、現役20名、浪人61名、早稲田大学158名、現役66名、浪人92名等大、兄弟以外の旧帝国大学系64名、現役24名、浪人40人、国公立大学部25名、現役9名、 浪人16名など、国公立私立の難関大学に多くの合格者を輩出している。水泳部やカヌー部、ボート部、弓道部、ラグビー部、陸上部、囲碁将棋部などの全国大会出場も多く、部活動も盛んである。過去には、サッカー部が、全国高等学校サッカー選手権大会にて1952年、昭和27年、1954年、 昭和29年、1955年、昭和30年と3度の優勝経験がある。2013年、ラグビー部が埼玉県立深谷高校を破り54年ぶりに2度目の全国大会出場を決めた。全国高等学校クイズ選手権の全国大会へは第15回及び第25回から第31回の8度出場。これらのうち二千五年、 平成17年の第25回と2006年、平成18年の第26回は共に優勝。2006年は世界決戦にも優勝、日、反、米の3カ国で解散予定だったが、テロ事件の影響でアメリカは未出場のため、日、韓の2カ国のみでの対戦。続く第27回は準優勝、優勝はラサール高校。 第28回と第29回はベスト4。第30回は準優勝。優勝は海星高校。第31回はベスト8。そして第35回大会で3度目の優勝を果たした海星高校と並ぶ全国最多大記録。全国高等学校サッカー選手権大会と全国高等学校クイズ選手権の両方で優勝を達成したのは 栃木県立宇都宮高校に次いで2番目である、後に2014年に京都府立洛北高校も達成している。グリーブは2017年、大阪府大阪市のフェスティバルホールで開催された、全日本合唱連盟、朝日新聞社主催の第70回全日本合唱コンクール全国大会に出場し、浦高州へ初の金賞、文部科学大臣賞、 河合奨励賞を受賞した。グリーブにとって、全国大会出場は2年ぶり3度目のことであった。同校は、イギリスのホイットギフト校と姉妹校関係にある。短期交換留学やラグビー部、室内学部などの部活動短期派遣に加え、長期交換留学制度もある。この長期交換留学制度は、基準を満たせば、公費留学が可能であり、 また国際的な大学入学資格である国際バカロレアを取得するコースがある。これによって2008年、平成20年には交換留学生がケンブリッジ大学に合格。その他にもインペリアルカレッジ、ロンドンやロンドンスクールオブエコノミクス、エディンバラ大学へ進学した生徒もいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。